今回この新人類の未読会もすでに6回目です。で12月まだやるので全部で9回です。ボクシングの試合であればもう8ラウンド仏典の未読会ですから何もボクシングの試合じゃなくて、私の中ではむしろプロレスのような、試合、もちろん私はヒールでやっているつもりです。本当は、まあ、一生さんと私の仏教理解はそれほど離れてないんですけれども、一応まあこの会を面白くするために入れると私はついているつもりです。で、まあ、ヒールの役はもちろんやりやすいんです。選挙で言えば現職よりも野党の方がやりやすいです。もうそこが間違っている、そこが矛盾している、ここがうまくいってない、現職の方はまあまあまあそこはあと4年やらせてくださいみたいな、まあそこはともかく今日は、いつもと違って最初から私がちょっと喋らせてもらって、途中に、5分なり10分なり座禅ができて、後半にまた話をしたいと思います。まずは、2ヶ月前もそうしたように、原文を最初から今日のところまで読み上げたいと思います。お手元にある資料にも書いてありますし、別のプリントアウトもあるかもしれません。じゃあ、読みます。新人名シード無難唯見賢弱、ただ贈愛なければ当年として明白なり、合理も差あれば天地遥かに隔たる、厳然を縁と欲せば純逆を損することなかれ、異順相争うこれを神妙となす、現地を知らざればいたずらに念情を浪す、まどかなること退去に同じ、隠ることなく余ることなし、まことにこれ主者によるゆえに不如なり。これは私が今から4ヶ月前に、やったところです。上を追うことなかれ、空人に従することなかれ、一種病界なれば民念としておのずからつく、道をやめて死に来すれば死さらにいよいよどうず、ただ両辺に滞らばむしろ一種を知らんや、一種通ぜざれば両所にこうをしす、うをやればうにぼっし、空に従えば空に背く、多言多量うたた相応せず、絶言絶量書として通説ということなし、今に喫すれば死を得、章に従えば衆を失す、主誘も変章すれば全空に焼却す、全空の天辺は皆これ猛犬による、真を求むることを持ちいず、ただすべらかなく剣をやむべし。これは一生さんが6月に担当したところです。二件に従せず、慎んで追陣することなかれ、わずかに是非あれば奮然として真を失す、二は一によってあり、一もまた守ることなかれ、一心長ぜざれば万法にとがなし、とがなければ法なし、生ぜざれば心ならず、脳は経に従って滅し、経は脳を覆うて鎮ず、経は脳によって経たり、脳は経によって脳たり、両断を知らんと欲せば、またこれ一句一句両に同じく等しく万象を含む、清楚を見ず何ぞ変とあらんや。こちらは私が、7月、2ヶ月前にやったところでした。大道大観にして難なくいなし、証券はこぎす、うたた急なればうたた遅し、これを修すればどおしして、必ず蛇路にいる、
これを放てば次年なり、大に享受なし。小に任ずればどうに可能、小用として能を絶す。懸念は真に背き、根心は不幸なり。不幸なれば真を老す、何ぞ粗心することを用い。一条に赴かんと欲せば、六人を憎むことなかれ。六人を憎まざれば、かえて小学に同じ。こちらは前回、一緒さんが担当した、ところでした。一緒さんの会の時には私はいなかったんですけれども、後にオーディオ、録音を送っていただいて、それを聞いたんですね。で一生さんの話を聞いてちょっと不思議だな、と思ったのが、まあ、2箇所あります。どちらもそれほど重要ではないんですが、一つはこれを収すればどう死してというところですね。このこれは何を指しているか、まあ大道というよりも証券でしょうけれども、こういう自分の証券に、執着すると、どを死するとあったんですね。で、一生さんもいろんな注釈書があって、尺度を失うと書いてあるのがあって、それでいこうという話をしたと思うんですね。皆さんの手元にある現代語訳があると思うんですね。4月にお配りしたものには、そこには度が過ぎるというように訳されてますけれども、これもかなりまあ不思議な日本語訳だと思うんですね。なぜ不思議かというと、まあ、私は安泰寺で修行時代、よく師匠から自分の尺度を手放すようにと言われたんですね。自分の尺度を握っているから迷うのであって、間違った方向に行ってしまう。だから修行をするのに、まず自分の尺度を手放してしまえと。現に私はこれから、まあ担当するところに、もう少し後のところですけれども、一切の二変乱れに自ら侵釈するという言葉が出てきます。侵釈という言葉を、まあ乱れにしない方が良いという、ことなんでしょうけれども、心と尺、これもいろんな方法で解釈できると思うんですけれども、片方には右に戸がついて、片方は尺ですね。一戸は18リッター、一尺が18ミリだけれども、要するにそういう容器を使って液体を汲んで測るという、そういう行為ですね。それを侵釈すると書いてあるんですけれども、侵釈するからまあ迷ってしまおうという話は私のところに今度出てくるんですね。ならば尺度はむしろない方がいいじゃないかと、この新人名で言えば一番最初に出てきた賢尺もそうです。これがいい、これが悪い、これが迷い、これが悟り、これが私、これがあなた、そういうふうに賢尺することがそもそも間違いのもとであると。ならば尺度、物事を測るための尺度だってない方に越したことがいい。なぜこの尺度を死して悪いのだか、まあ、要するにこの文脈の中ではこれを習すればどう死して、この、必ずジャロにいる、この文脈ではどう死するというのは決していいことじゃないというのは明らかだと思うんですね。ですからむしろこれ一緒さんも先月言いましたけれど、土には、この岸から向こう岸、涅槃の岸に渡るという意味もあるんですね。まあ、この字自体はまあ渡るという意味ですけれども、涅槃を得るという意味ですね。で、まあ、先月は一緒さんはそれよりも尺度失う方が、まあ、解釈としては面白いと言いましたけれども、
私はむしろこの元々の仏教用語の意味はここで当てはまっていると思うんです。涅槃を得ること。ただ、まあ、そこで一生さんが意識しているかもしれないんですけれども、大乗仏教の考え方ではそもそもこちら側の生じ現象世界と向こう側の悟りの涅槃の世界は別々ではない。ですから渡ると言っても、まあ、正法眼蔵生じの巻で言えばこの生じが最初から涅槃であったということに気づく。生じが即涅槃であるという、これが道ですね。そしてお手元に今日ある修行の3ページ目には私は般若心経を、つけたんですけれども、般若心経は、まあ、この信心名とは、まあ、全然違う仏典ですけれども、この般若心経には1回だけどという字が出てくると思います。最初の1行に漢字財菩薩行人般若波羅蜜多時正見後雲海苦ど一切苦役、この場合はこの一切の苦役、一切の悩み苦しみから自由になるという意味だと思うんですね。自由になる、解放される、解脱するという意味がこの「ど」にあると思うんですね。で少し、まあ、ここで般若心経について話をしたいと思うんですけれども、般若心経は、まあ、ご存知のように大乗の経典ですから、釈尊が亡くなって5、600年以上後に書かれた経典です。で主役として一番最初に出てくるのは漢字財菩薩、後にシャーリー・シーという仏弟子が出てきます。このシャーリー・シーは、ブッダの弟子の中でも最も知恵のあった、知恵一番と言われた弟子ですね。ですから、まあ、仏弟子の中でも一番悟りについてよく分かっているはずの人ですけれども、この人は般若心経の中でずっと説教されている立場です。漢字財菩薩という架空の人物、実際に歴史上に生きてたそういう菩薩がいたわけではなくて、後に、まあ、大乗仏教が自分たちの、修行の理想像として作り出した、架空の人物ですけれども、この漢字財という菩薩がシャーリー氏に説教する。これはつまり新しく誕生した大乗仏教という新しい仏教が古くなった、まあ、今の一緒さんであれば当時のインドの仏教 1.0 ですね。そのインドの仏教 1.0、 もう人のを救う力のなくなった、まあ、上座仏教に対して大乗仏教側から物を申すという、そういう経典だと思うんですけれども、禅の立場から読むと、漢字財菩薩とシャーリー・シーという赤の他人として読むんじゃなくて、まず漢字財菩薩が私の本来の姿だというふうに、読まなくちゃいけないと思うんですね。漢字財菩薩が誰を指しているかというと、私の本来あるべき姿です。でシャーリー・シーが誰を指しているかというと、これも実は私です。シャーリー・シーは自分の本来の姿を見失って生きている自分です。片方が私が狙うべき方向で、片方はなかなかそこへ行けない自分ですね。ですから私と私の対話のようなものだと思うんですね、この、般若心経。漢字財という私の本来あるべき姿が、現に漢字財菩薩のように生きていられないここにいる凡夫の私に呼びかけてくれている。でまあ、今日一番大事なのは一番最初の1行目ですね。漢字財菩薩という、まあ、私の本来の姿、この漢字財菩薩はどうしたかというと、深く般若波羅蜜多を行じた、深い般若波羅蜜多を行じた、その時に五蘊が開空であるということをはっきりと見て
それによって一切の悩み苦しみから自由になったと言われているんです。ご恩は簡単に言えば、まあ、このコップそのものというのが色ですね。でそれを見た瞬間が樹ですね、その感覚で。これはコップとして捉えた時にはもうすでに層ですね。色、樹、層、行、色、後で出てきますけれども、まずコップがあって、私の目がそれを見て、そしてコップだと思った時にはもうすでに層で、行は空っぽ、喉乾いているのに空っぽだと。で色が、まあ、私がここに行って喉乾いているのに空っぽにのコップに水が入ってないと寂しいなというような思いですね。でそういう、全てのものは空であるということに観自在菩薩が気づいた。で気づいて苦しみから自由になったと言われているけれども、じゃあこの行人ハンヤハラミタとは何か。実はハラミタ、インドではプラジナミタと言われるらしいんですけれども、ハンヤプラジナパラミタという、そのお経がインドから中国に伝わって、ハンヤハラミタというふうに翻訳されたんですけれども、このハンヤ経って600巻あると言われているんですけれども、有名なインドのナガルジュナという哲学者がハンヤ経典に注釈をつけているんです。その注釈の題名は、第四度論どうやらインドではマハラジナパラミタサストラと言うらしいですけど、サストラが論のことですね。マハがマカハニャ神経のマカです、大という意味です。バージナが知恵で、ハラミタは実はドの意味ですね。ですからドという字にはハラミツという意味もあるんです。でハラミツ、ハラミタには、まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、本来6種であると言われているんです。まず伏せ、伏せは、まあ、自分本来なら自分の持ち物であったものを手放す、極端な場合は自分の命まで投げ出す、まあ、菩薩の時、菩薩行の極端として自分の身をも心をも投げ出して命まで投げ出す、そういう伏せがあるんです。2番目が自戒です。戒を守ること。で戒の守り方にもいろいろあります。肉食いたいのに、もう生きとし生けるもののことを考えて肉を食べないという、戒律の守り方もあれば、私の場合は全く逆で、日本に最初に来た時はベジタリアンだったんですね。で安泰寺に来て、まあ、基本的には自給自足の生活で畑の野菜をいただいて田んぼの米をいただくんですけれども、25年前に出家得度した時に、まあ、祝いと称して先輩たちが肉を買いに行ってビーフステーキをご馳走してくれたんです。ベジタリアンの私にとって全然ありがたくない、そんなものは食いたくない、それは寺の犬にもやってくれと言うと、そういうお前こそ殺生しているんだと、まあ、先輩に言われたんですね。せっかくのこの、ごちそう、もうこの牛はもう死んでしまっているから、それを今さら犬にやったって牛がよみがえるわけではない、もしあなたがその牛だったらプレートに乗っているのに
お坊さんがそんなもん食いたくない犬にやれって言われたらどう思うんだろうと、あのせめてその牛を供養するつもりでありがたく、食べるのが、まあ、それを生かす道じゃないかと。でその頃は先輩にあまりにも都合のいい理屈に聞こえたんですけれども、まあ今は私はもう普通に肉も食べてますし、あの今は最近あのイノシシとシカが私の周りの山に増えて、漁師が取りきれないほどたくさんいるんですね。で漁師も食べたくて取っているんじゃなくて、一頭当たり何千円、国から町から補助金が出るんですね。ですからたくさん取れるんですけれども、漁師も食べきれないし、村の若い奥さん方もそういうものをさばくよりもスーパー行って、あのオーストラリアとかアメリカの安い肉買った方が全然便利だから、処理しきれないんですね。でそれを安泰寺に持ってきてさばいてくれないかと、食べてくれないかと言うんですね。で今となってそれこそありがとうございますというのが、まあ不摂生会の一つの意味でもあるんじゃないかと思うんです。そういうもの、まあ、要するに私たちが食べないと川に流したり焼却したりするらしいんですから、まあ戒律を守るということは要するに自分の都合を捨てることだと思うんですね。肉食いたいのに、いや申し訳、それは動物に申し訳ないから食べないというのも自戒ですし、逆にベジタリアンは本当は食べたくないけれども、いやもうそこにあるんだったら、いただこうという、そういう自戒、要するに自分の都合を捨てること。 3番目の腹蜜は、ニンニク、忍耐ですね。まあ暑い時は暑いの受け入れ、寒い時は寒いの受け入れ、座禅中に足がしびれてもそれを受け入れる。そのためにまあやはり自分の手放す、自分の都合を忘れることですね。4番目、精進は努力です。ただじーっと我慢するんじゃなくて、受け入れてそこでまた一歩前へ進むというのは、まあ、精進の腹蜜。5番目が禅定、まあ、つまり座禅です。で6番目が知恵の腹蜜、般若腹蜜ですね。内山老子はこの座禅について心の構えとしてはよく頭の手放し、思いの手放しと言われるんですね。道元禅師は、まあ、新人、脱落と言います。自分の身をも心も放ち忘れて仏の家に投げれる。で最後の般若波羅蜜は内山老子の思いの手放しにあたると思うんですけれども、要は6つのこの波羅蜜に共通しているものは自分を手放すことですね。ですから「ど」という一字にどういう意味があるかというと、まあ、私が読むとこの生死がそのままに半だったという気づきでもあれば、自分を手放す行でもあるんですね。思いの手放し、自分の手放しですね。ですからそういうふうに読むと、これを修すればどうしして、自分の意見だとか自分の思いに執着してしまうと自分を手放せなくなる、生死すなわち涅槃だという気づきを失ってしまうということになるんじゃないかと思うんですね。尺度を失うという、まあ、一緒さんの読み方はユニークだけれども、私はちょっとどうしてそういう読み方になるんだろうかなと思ったんですね。もう一点細かいところですが、懸念は真に背き、懇親は不幸なりというところがありました。で一生さんは懸念をフォーカスメディテーションで説明しました。私もそうだと思うんです。一点だけに集中して心をそこにまあ留めるんですね。私がちょっとまあ不思議だと思ったのは、一生さんはこの懸念が懇親につながると言ったんですね。フォーカスメディテーションをするとやがて懇親するんだと。私はむしろその逆だと思うんですね。この文脈ではもちろん懸念も良くないけれども、懇親も良くないけれども、それは対極にあると。どういうことかというと、私が一番最初にやったところに、
原始を知らざればいたずらに念処を労すというところがあったと思うんです。3行目ですね。念処というのがあります。でその時はそれをヴィッパッサナとサマタで説明したと思います。念は、まあ、あの八正道の少年の念ですけれども、念と情、いたずらに念情をロースというのは、念はまあヴィッパッサナ瞑想ならば、こちらがサマタ、天台の経学で言えばこちらが死、心を一点にとどめる、安定させることです。こちらは天台経学では観、広く見渡して気づくこと、まあヴィッパッサナです。八正道で言えばこちらが、まあ、やがて少年とつながって、こちらがうまくいくと症状につながる、心の安定した状態で、そこに気づきがある。それはまあ決して悪いことじゃないけれども、ある時は一生懸命これをやってうまくいかないから、ちょっとサマタをやってみようか、でサマタをやったけれども、やっぱりまあ懸念の問題は一点だけに集中すると、集中力は高まるかもしれない、心は安定するかもしれないけど、その一点しか見えない、全体が見えなくなってしまう。私は、まあ、ずっと座禅をやってますので、これを分けてやることはあまりないんですが、今から20年以上前、一回あの京都の瑞穂町に、ご縁家流のヴィッパッサナが実践できるリトリートセンターがあるんです。そこで10日間リトリートさせてもらったんですけれども、ご縁家流のヴィッパッサナを10日間やると、最初の3日間まずサマタをやらされるんです。アナパーナといって、鼻の下のこの三角をだけ意識して、息がこの三角に触れている、自分のこの皮膚に触れている感覚だけに集中する。それをしないと集中力が上がらない、心が安定しないので、いきなりヴィッパッサナしてもうまくいかないと、教わったんですね。3日間ここだけに集中して、そこから残りの1週間のヴィッパッサナに入るんですけれども、これをしないでいきなりヴィッパッサナやっても、まあ、うまくいかないらしいんです。じゃあなんで10日間ザマタばっかりやらないかというと、これだけをやるとここだけしか見えてない。ヴィッパッサナで何をやるかというと、頭のてっぺんから足の裏まで全部、まあ、スキャンするような形で意識して、自分の、まあ、体全体の中で今何が起こっているかというのを感じるんですね。ヴィッパッサナは要するに視野が広いんですけれども、下手をするとピントが合わなくなってしまって、ぼけてしまう、ぼやける危険性があります。こちらはピントがはっきり合っているけれども、いつも自分の心がつながってて、広い視野が見渡せないという問題があるんですね。ですからこの一緒さんのところの懸念は、これはあのサマタの問題ですね。心がいつもつながりっぱなしで自由に動けない、全体が見えてない。ヴィッパッサナ問題はその対極にあって、まああの曹洞宗系の士官たちやっても同じですけれども、要するにただ座る、自分の心は一点に集中するのではなくて全てを見渡すという態度で座ると、うまくいくと見るものも聞くものも体の感覚も自分の呼吸も心に浮かんでは消えるもの全部観察しながら座るんだけれども、
それがなかなかうまくいかない。気がついたら考え事をする、で眠ってしまったと。要するに根心ですね。この根心を治すのに、例えば呼吸だけを見るという方法ありますけれども、今度は懸念の状態になってしまうんです。いつも自分の呼吸だけを見つめて周りが見えてない。ですから懸念が根心につながるんじゃなくて、片方には懸念の問題があって、こちらは根心があって、本当は両方よろしくない、その中道を目指すべきなのに、それがなかなかできない、なかなか難しいという、まあそういうふうに私はここ解釈したんですね。まあ、ここから私が今日担当させていただいているところに入りたいと思います。知者は無為なり、愚人は自爆す。知恵のある人、まあ悟っている人は無為に生きている、無為自念の働きに任せて、まあそれこそ仏の家に投げ入れて、仏の方より力を思い出ず、心も費やさずして、そういうふうに日々を過ごしている。愚人、愚かな人は自分の首を自分で絞めている、自分を束縛している、あれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないと、結局は自分を自分で苦しめている、今の自分は迷っている、早く悟りたい、悟らなくちゃダメだと、で結局は迷いが深くなるばかりであると。法に違法なし、乱れに自ら愛着する。本当は仏法という法はないですね。たくさんある法の中に仏法という決まった法がない。ですから仏法と対立するものもない。仏法というのは要するに物事があるままにあるという教えですね。で、釈尊もそれを悟ってブッダとなったと言われているんです。特別な教え、特別な宗教がそこにあるわけではない。仏法から見たら、仏法と対立するものはどこにもないけれども、我々は、私は仏教徒だとか、私はキリスト教だとか、仏教の中でも私は禅宗で、お前は浄土真宗、こちらが自力で、そっちが他力だとか、いろいろ対立を乱れに、自分の愛着によって作るけれども、本当はそういうものはない。真を持って真を持ちう、兄対策にあらざらんや。心を持って自分の心を何とかしようとしている、だからこそ道を間違えてしまうんだと。まあ、この話は以前にもしましたけれども、内山老子の有名な思いの手放しという言葉がありますけれども、じゃあさ、禅宗に思いを手放そうと思って座ると、手放せるかというと手放せないと思いますね。まあ、この後少し座りますけれども、ただ座ってじゃあ思いが湧いてきたからそれを手放そうと、なかなかその思いが手放せないと思うんですよ。もっと努力して手放そう手放そう手放そうと、いくらやったって手放せないんです。なぜかというと、心を持って心を持ちようとするんですね。思いの中で思いを手放そうとするんです。思いを手放そうという思いがもうすでにそこにあるんですね。座禅ではあまり呼吸を問題にしないけれども、例えば呼吸を見るという瞑想であれば割と簡単に手放せると思います。呼吸に戻ればいいんですね。この間ヨガの先生のクラスを受けたんですけれども、そのヨガの先生のクラスの最後にメディテーションの時間が3分5分ぐらいあって、ちょっと面白かったのは、彼女はまず、まあ、自分の呼吸を見て静かに座りましょう。そうしばらくするとこの呼吸も手放して座りましょうというんですね。
まあ、おそらく呼吸ばかり見ているとそれこそ懸念じゃないけれども、それにとらわれるから呼吸をも手放して座ると。ところが私が、まあ、クラスが終わってちょっと、まあ、意地悪な質問をしたんですね。先生は呼吸を手放しましょうと言ったけど、どうやって手放したらいいんですかって雑念を手放すならば呼吸に戻ることはできるけれども、まず呼吸を意識させて手放しましょうと言われたってできないと思うんですね。まあ、呼吸を手放すならばほっといても大概の場合は3分も5分も経たないうちに手放せている。ですから特に言わなくてもできることだと思うんですけれども、要するに手放せ、手放す、座禅は手放しなんだというと間違ってないけれども、結局手放すためには何か違うものに心を向けなければいけないという問題があるんですね。ですから私は最近座禅を説明すると、心は心の姿勢は頭の手放し、思いの手放しだけれども、それはどうやってするかというと、五感に戻る。雑念が湧いたら気づいて五感に戻る。見るもの、聞くもの、自分の体の感覚、呼吸、それすべてに戻る。で、それでもありすぎて、どこに戻ればいいかわからないという人は、まあ、呼吸に戻るという方法もあります。本当は呼吸だけに心を、縛りつけるんじゃなくて五感全体をいただくのがベストだと思うんですけれども、心の中に雑念が湧いて気づいて心の中でそれを手放さなくちゃいけないと思った時点では、もはやここで言われている心を持って心を持ちうという状態、あに対策にあらざらんや、もう迷路に入ってしまって手放せなくなってしまうんですね。ですからこれは4月に言いましたけれども、どうしても手放せない、もう10年間この安泰寺流の座禅をやったけれども、手放せないでいるという人に対して、私はじゃあ手放さなくていいんじゃないかと言うんですね。手放さなくちゃいけないと思うから手放せないのであって、手放さなくたっていいと言うと、もう手放せている状態ですね。次は迷えば若乱を生じ、悟れば功をなし。悟るともう好き嫌い、これがいい、あれが悪いというのはなくなる。迷えば若乱を生じというのを、私は最初は、迷うと、まあ、空回りしてしまうというふうに解釈したんですね。迷えるものは空回りして、悟るものは好き嫌いから自由になる。で、皆さんの手元にあるかもしれない、現代日本語訳の中にも、迷ってしまうと心に空虚が生じるというふうに解釈される。若乱が空虚というふうに、説明されている。要するに若は、まあ、若滅、涅槃の弱ですけれども、この場合はむしろその空虚とか空っぽだとか、乱は混乱の乱というふうに私は解釈したんですが、鈴木大拙さんの英語訳を見ると2通りあるんですけれども、鈴木大拙さんはこういうふうに訳してます。一つのバージョンは The Ignorant、 つまり迷える者たち。 The Ignorant Cherish、 Cherish というのは、まあ、大事にするということだと思いますが、 Cherish the idea of rest and unrest。Rest は弱で、Unrest は乱ですね。迷える者たちは弱、要するに落ち着いている、リラックスしていると、Unrest、落ち着いてない、混乱している、そういう
概念を大事にしてしまっている。もう一つのバージョンはこれも同じく鈴木大拙さんの英語訳ですが、 Ignorance begets the dualism of rest and unrest。 同じくジャクランは rest and unrest というふうに訳されてますが、この場合は、まあ、迷いは捉えている、掴んでいる。何を掴んでいるかというと、弱と乱、rest と unrest の二元論的な対立です。要するに鈴木大拙さんはここ弱乱の一つのものではなくて、弱と乱という対立にとらわれているのは迷いであって、好を好き嫌い、善悪というような二元的な対立を超えているのは悟り。迷いは対立にとらわれ、悟りはそれを超えている。どちらの解釈が漢文に忠実なのかはちょっと私は判断できないんですけれども、この、まあ、鈴木大拙さんの解釈も非常に、面白いと思います。迷っている者たちはこれが涅槃、あちらが涅槃でこちらが混乱した生死の世界だという、そういう二元論的な対立にとらわれているのに対して、あちらの岸に渡った悟っている者はもはや幸をなし、いいとか悪いとか迷いとか悟りだという対立はなくなっている。でここもまたはっきりと私がまあ最初の回から問題にしているこの新人名の自己矛盾が現れているんですね。片方では悟っていればもう迷いも悟りもない、いいも悪いもないと言っておきながら、もう最初から最後まで迷っているものはこうであって、悟っている人はこうだと、迷っているものは囚われていて愚人は自爆する、愚かであって自分を自分で縛っている。これは決していい状態には聞こえないですね。悟ったらもうそういうことはなくなる。でもこの対立はどこから出てきてる、出てきたのかと、新字名を書いた漢詩宗さんという、まあ、ダルマさんの孫弟子は悟っているはず、悟っているのになんで迷うとこういう悪いことがある、悟ったらこういう素晴らしい世界があると、なぜ書くんだろうかと、そこが相変わらず分かり私が気になってしまうんですね。まあ後ほどそれについてまた話をします。一切の二変、乱れに自ら侵着する。侵着についてはさっき、まあ、説明したように、液体を測るですから、まあ測ったりするわけです。一切の二元、二元論的な対立があると自分に都合がいいとか自分に都合が悪いとか、より良い、より悪いというような、比較が生じてしまって、結局、まあ、そういう迷いから出なくなってしまう。無限空下、実体のない、まあ、空に浮かんだような花を何ぞ破釈に漏せん、なんでそれを掴もうとしているのかと、掴めないじゃないかと、特質是非一時に放却せよ、得したとか損したとか、イエスだとかノーだとか、まあ、よく仏教ではガタピシと言われるんですけれども、ガとタ、私とあなた、ピシはこちらとあちら、そういう、二元論的な対立を一時に放却せよ、全部手放してしまえと。まあ座禅もそうですけれども、手放すと言われてもどうやって手放すのと、ましてや手放してしまおうと
シーローボなんていう素晴らしい悟りはあなたの足元にあるんだということに気づく。もうすでに二元論的な対立が前提となって、二元論的な対立を全部手し放してしまうという、これはどうしたんだろうと。マナコもし眠らざれば庶務おのずから覗く自分の目、まあこの肉眼なのか、第三の目と言われている知恵の目かもしれないんですが、この知恵の目でちゃんと、その知恵の目を開いてちゃんと見てたら夢から目覚める。真もし異ならざれば万法一如なり。心の中にこのありのままの現実に対してなんか違うものが欲しいとか、なんか例えば、まあ、このどうしようもない凡夫は果たして仏になれるんだろうかというのもそうですけれども、どうしようもない凡夫ということに気づいたのはもはや仏なのに、いや仏という素晴らしい存在は違うところにあるんだろうという、それが、まあ、真が異なるということですね。もうすでに自分は凡夫だということに気づいた。誰が気づかせてくれたかというと仏、内なる仏。そこで観音さんがシャーリー氏に呼びかけた。おいシャーリー氏よと。ところがこの観音さんの声も自分の内なる声だったはずなのに、観音さんはどこだと、シャーリー氏が探し回っているようなもの。真もし非ならざれば万法一如なり。そこをやめたら出会うところすべて我が自己であったと、全部一つ天地いっぱいの自己であるということになる。一如体現なりご辻として縁を坊主。一如体現なり、もうこの一如のままにドカッと山のように安定して落ち着いて座る、不完座禅儀の中にもゴツゴツと座上してという表現が出てきます。このゴツというギリシャのパイの字にちょっと似ている字は、まあ、山のような状態を表しているらしいです。禅儀の場合だと、まあ、座り方は山のように安定した座り方、心も山のようにゴツゴツと座上をして、座上というのはまあこの字ですね。少年少女の上ですね。ゴツゴツと座上をして、ここではゴツジ、このジという字も、まあ、あの状況とかありさまを表しているみたいですけれども、そういう、まあ、山のような安定した状態で縁を坊主、雑念が湧いててもそれにとらわれず、鳥の声が聞こえても虫の声が聞こえても聞こえてはいるけれどもそれにとらわれない、万歩一如なり。見るもの聞くものすべて自分の姿であって、それを一つ一つ追いかけることをしないこと。万歩等しく感ずれば気吹く自念なり。そういうふうにすべてを見渡すと、本来の自分に立ち返る。気吹く自念なり、おのずと本来の自分の姿に立ち返る。そのゆえんを民じて放棄すべからず、ゆえん、要するにそれはそもそもどうしてそうなっているんだろう、どうしてできるんだろうかという、そのゆえ、もともとの根拠をはっきりするさせるとか探すんではなくて、民じて、まあ、忘れる、そこを手放して、あれこれ言葉で説明したり、比喩を使って説明したり、比べたりすべきではないと最後に書いてあるんですね。そうなった時に
どうしてそうなったんだろうと、まあ、仮に座禅中にふっとそれまで手放すことのできなかった雑念が消えているということに気づいたら、あ、今消えた、手放せた、どうしてそれができたんだろうと思ったら、もうすでに手放せてないんですから、なんでそうなったかわからないけれども、そうなったらそうなっちゃったという。で、まあ、最初から私がこの新人名で問題にしているところがあります。今日も迷えば弱羅の生じ、悟れば功をなしというところがありましたし、一番最初にシード無難唯見賢弱というのがありますけれども、賢弱はよろしくない、弱羅を分けて涅槃が欲しい、この生じは嫌だというのは良くない、そこが分かるけれども、この新人名を書いているお前だって賢弱しているんじゃないか、ちゃんとこう分けて、これが良くてこれが悪い、まあどう見たってここでは迷っても悟っても一緒ですよというようなふうに書いてないんですね。迷いも悟りも表裏一体の関係だとか、そんなことは全然書いてなくて、早く手放してお前も俺のような悟りを開きなさい、そのためには二元論的な対立をやめなさいと。でそれはもうすでに二元論的な対立じゃないかと、今まで何回も言ったことですけれども、この前一生さんは、まあそれは暴れている小学生に対して先生がうるさいと言った時に、小学生は先生が一番うるさいんじゃないかというようなもんで、だからやっぱり先生は違うんだというような話が出たんですね。やっぱり先生と子供を一緒にしちゃいけないと。この新人名を変えた菅氏総さんはダルマさんの孫でしたからじゃないけれども、まあこれは4月5月もしたと思うんですけれども、まあ、一つの解釈としては、ここは矛盾はあるけれども、これはまあ凡夫の私たちのための方便だというふうな解釈もできなくはない。私たちは迷いの中にいる。何で迷っているかというと、物事を丸だとかペケだとか区別して、いいものは欲しい、いらないものは捨てたいと。ところが悟りの世界にはそれがない、全部包んでいる、いいものも悪いものもない、だから早くこちらからこちらへ行くと。ところがこの構図自体もすでに二元論的です。こっちに迷いが、ここに悟りがある、指導部なんだけれども、唯見賢弱、これだけはいけないと、これだけはダメですと、これがいいですと、矛盾しているけれども、まあこういう方便、嘘も方便と言われるぐらいだから、そういう嘘を使わないと私たちは悟れないから、仏が菅氏宗三様が慈悲の心を持ってあえてそういう嘘をついちゃったという説もできるけれども、まあ一生さんも先月言ったように、無法さんだったらイラつくでしょうねと。先生は、私は子供のことを思ってうるさいんだと言っているけれども、私は決してうるさくない、あなた方はうるさいんだと。でそこで一生さんが嘘つきのパラドックスの話をして、私はそこがすごく面白かったんですね。嘘つきのパラドックスは、まあ、元々はクレタ人はみんな嘘つきという人がいましたけれども、本人もクレタ人だったんですね。そういうパラドックスでもこれはまあ厳密に考えるとパラドックスじゃないんですね。なぜかというと、クレタ人は本当のことを言っている人もいるんでしょうから、おそらくクレタ人はみんな嘘つきだという発言は間違っているということになると思いますね。で間違ってたらパラドックスはそこで解けてしまうんです。クレタ人がみんな嘘つき、それは間違い、本当のことを言っている人もいる、ただ言っている本人は嘘つき、それは確かだと。もし私がここで、私は嘘つきですというと、まあそれはなるほどパラドックスに聞こえる。
ただ嘘つきは朝から晩までいつも嘘つくわけではないので、お前は確かに嘘つきだけれども、今は今に限って本当の人に言ったねということになると思いますね。ですからパラドックスになるのは、この発言、私が今言っているこの発言が嘘ですよというとパラドックスになるんですね。これは資料の原文の下に書いてありますが、この発言は嘘だと私は言う、私の発言は本当なのか嘘なのか、もし私が言っていることが本当ならば嘘ということになるし、もしそれが嘘だとしたら本当のこと言ったことになるから、本当なら嘘、嘘なら本当で、そこでまあパラドックスがあるわけですね。ですから信心名が唯一権賢弱、賢弱がいけない、賢弱している人は迷いのどん底にいるというのが本当ならば、この信心名も迷いの話になってしまって、ここから悟りを学ぶことはできないということになっている。この信心名が悟りの表現ならば、じゃあなんでああいう賢弱臭い書き方になるのか、二元論的な、理屈になるのかと、嘘つきのパラドックスの下には、まあ、別のものを書きました。私はどうしようもない凡夫だという、その人はどうしようもない凡夫なのか、まあ、ちょっと嘘つきのパラドックスと違うけれども、2ヶ月前4ヶ月前そういう質問があったんです。このどうしようもない私は仏になれるんだろうかと、なんであなたはそれに気づいたのかと、まあ、私は聞いたんです。本人はやはり凡夫だからと言うけれども、いや仏だからじゃないかと私言ったんですね。凡夫だったら気づかない、私はどうしようもない凡夫だということに、本当にどうしようもない凡夫は気づかない、仏の光に照らされてそういう気づきが出たという、まあそういう仏教の中のパラドックスがあります。逆のケースです。私は凡夫じゃなくて、俺は悟っている、自我を病忘却し自他一如の境地にいる、お前には自我がある、悟りのさもじもさの字もない妄想分別のまみれた凡夫なのだという人は本当に悟っているのか、まあ本人は悟っているつもりだろうけれども、そういう匂いはあまりこの言葉から出てこないです。自分を仏だと勘違いしている凡夫に過ぎないという可能性が高いですね。悟れば一切の区別を乗り越える、まだ区別にとらわれている間悟ることはできないという人はどうか。先ほどひどくないけれども、やっぱりまあ信心名はまさにこれです。悟りは区別、二元論を超えている、二元論を超えない限りはまだ迷いの中にいる、だけどこれだって二元論、もし悟るために二元論を超えなければ、そう言っている本人は悟ってないということになってしまう。執着を捨てて涅槃に入ることは仏教の目的だ。涅槃に入りたいという目的は執着ではないのか。これはまあ内山老子の本にも書いてあるんですけれども、まだまあお坊さんになる前に早稲田大学の学生だった頃に、まあ先生から仏教の、まあ思想体というんですけど、空襲滅道のからくりを授業で教わったらしいんです。私たちはいつも物足りない物足りないという気持ちでいっぱい、要するに苦しみ、苦しみといっても要するに物足りない、自分の思う通りにならないということですね。それはなぜかというと、執着があるからと言われている空襲で、この執着をなくすことはできると仏教では教えられています。そのためには、まあ、八正道という八つの道があると、逆に言えば八正道を実践すれば執着がなくなって苦しみから下脱することができると。でそこで内山老子は先生に、
執着をなくしたいというのも執着じゃないかと説いたらしいんですね。で先生はははは、と笑って、まあ、答えることができなかったそうです。で内山老師も、まあ、まだ学生だったから特に仏教に関心があったわけでもなくてそこで、まあ、ほっといたらしいですけれども、後で本を書いた時にはこれはまさにそうだと、悟りたいとか涅槃に入りたいというのは執着であって一番根源的な執着、そこを手放さないと本当の涅槃を得ることはできないはず。執着を捨てて涅槃に入ることは仏教の目的、ところがこの目的はすでに執着であるというそういうパラドックスもあります。思いの手放しという思いをいかに手放せるか、これはまあ内山老師流に座禅すると必ずぶつかる問題です。内山老師は思いを手放して座るのは座禅だというけれども、どうやって手放せればいいのか、手放したいという思いはあるけれども手放したいという思いはどうやって手放せる、全ては無常だ、仏教は説くこの真実も無常なのか、まあこれもたまに議論されることです。全てが無常ならば無常も無常のはずだから、いつかが永遠が訪れるはずであると、その下は自己矛盾語というちょっと難しい言葉が出てきますけれども、自己矛盾語は何かというと、それは英語では heterological words で、その反対は自己整合語らしいんですね。自己整合語はどういう言葉かというと、例えば日本語という言葉は自己整合語。なぜかというと日本語は、まあ、日本語を指していますけれども、日本語という言葉自体もまた日本語ですから自己整合語。ドイツ語という日本語は自己矛盾語ですね。ドイツ語は立派な日本語ですけれども、指しているのはドイツ語であってドイツ語じゃないとか、三文字という言葉も自己整合語ですね。三文字という三文字自体もまた三文字です。四文字であればこれは自己矛盾語です。リンゴという言葉はどうかというと、これはまあ矛盾というほどではないけれども、リンゴという言葉はリンゴじゃない。リンゴという言葉はリンゴを指しているけれども、この言葉自体はリンゴじゃない。で、そういう言葉、ドイツ語とか四文字だとかリンゴのような言葉を自己矛盾語というんですね。要するに自分は指してない、させないという言葉ですね。で、それがどうしてパラドックスになると、パラドックスになるかというと、この自己矛盾語という言葉は自分をさせるかどうか、自己矛盾語という言葉自体が自己矛盾語かどうかを考えた場合は、もし自己矛盾語が自己矛盾語でないならば、要するに自己矛盾語はその言葉自体は自己矛盾語じゃないとなったならば、今の定義では自己矛盾語は自己矛盾語になる。もし自己矛盾語が自己矛盾語ならば、その言葉は自分を指す言葉ですから自己整合語になってしまう。ですから自己矛盾語が自己矛盾語なら自己矛盾語でないことになり、自己矛盾語であれば自己矛盾語でないということになってしまう、そういうパラドックスがあります。これは後で一生さんも出したラッセルの話とつながるんです。ラッセルは、まあ、集合論ですね、論理の中の集合、
の話をするんですけれども、集合というのは、まあ、いろんなものを含むですけれども、例えば、まあ、自然数値の集合、1,2,3,4,5,6 などとか、まあ、日本語の集合、すべての日本語を含む集合とか。でラッセルは、英語ではセットというから S にしましょう。S は E、すべての E を含む。で E の条件は、E は S に含まれない。E の中に含まれない、S の中のに含まれないすべてのものを S が含んでいる。で、問題は S はこの集合の中に含まれているか含まれてないかということです。さっき の, あの自己矛盾語と関係するわけですけれども、S はこの集合に含まれてなければ、この集合に含まれていなければならないことになるし、もし S がこの集合に含まれていれば、この中に含まれてはいけないということになってしまうんですね。どっちみち含まれていれば矛盾が出るし、含まれていなければも矛盾が出る。で、それをまあこういう集合論の概念で説明するとややこしいけれども分かりやすく、ラッセル自身は床屋の例えを使って説明しているんです。これはページの下に書いてあります。ある床屋は自分でひげを剃らない人全員のひげを剃り、それ以外の人のひげは剃らない。ところが床屋自身のひげを誰が剃るのか。床屋は自分で剃れない人すべての人すべて剃る。自分がじゃあ自分で剃らないんだったら自分のひげも剃らなければいけないけれども、そうすると自分で剃らない人にもならないわけですね。まあそういうパラドックスがあるんですね。で、まあ、ある人曰くこの床屋は女性だとそういう答えがあるんですね。そもそもひげがこのひげがこの床屋はそもそもひげが生えてなければ問題にならないという。でこの下に書いたのは、まあ、私の比喩ですけれども、ある医師は自分の病気を自分で治せる人を私は治療しない、それ以外の人を全てこの私が治療すると宣言した。その時医師は病気になった。彼の病気を誰が治すのかという問題がありますね。まあ藤田病院の藤田先生なら本来無病というからそもそも私は病気にならない、患者さんも本当病気ではないけれどもそれに気づいてない、私はそれに気づかせているだけだと、言うかもしれないんです。まあそういうパラドックスがあるんですね。でラッセルは結局どうしたかというと、まあ一緒さんの例えで言うならば、先生と生徒を一緒にしちゃいけないと、そもそも、まあ、例えば言葉で言うならば、リンゴという言葉が何を指しているかというと、これリンゴがこれを指している。でリンゴはリンゴという言葉を指すことはできない。リンゴという言葉を指したいならば、まあ、論理学ならばここ括弧をつけるんです。カッコのついたリンゴは何を指しているかというと、カッコのついてないこれを指すんですね。この言葉はこれは指すことはできないです。リンゴは本物のリンゴを指しています。リンゴという言葉を指したいときはここカッコをつけます。この言葉を指したいならば2つカッコをつけなければいけません。こうしたら、まあ、リンゴになるんですね。集合で言えば、要するにこの集合の中にそもそもこの集合自体を入れちゃいけないんだということですね。
先生を、まあ、クラスの生徒たちと同じように見なしてはいけない。一段上に立っている。だから生徒たちに言えることはそのまま先生に対しては言っちゃいけないという、まあ、きれいにそこを区別してごちゃ混ぜにしないというのはラッセルの解決方法だったんですね。まあ、今から100年ほど前の話ですね。要するに一つの言葉がその言葉自体を指すことをそもそも認めないならば矛盾がなくなる。あの一番最初の嘘つきの矛盾であれば、この発言というようにある発言の中にその発言自体を指すことは論理的にはあってはいけないと言ってしまえばパラドックスは全部なくなる。まあ、そういうふうにラッセルは解決しようとしたんですね。まあ、あのテラワーダ仏教もそうかもしれないんですけれども、内山老子のように執着を減らすこと、涅槃に入ろうとするこの思いも執着じゃないかということについては、いやそれは一段上の執着だから凡夫の執着とは違う、それぐらいの執着は許してもらわないと始まらないという、まあ、そういう解決方法にちょっと似ているような気がします。先生がうるさいといくら言ってもそれはうるさいといううちに入らない。ところがその100年前にちょうどその頃にあのラッセルの元でウィッケンシュタインという若いオーストラリア人が勉強して、で第一次世界大戦では、志願兵としてオーストリア側に戦ったんですけれども、戦争が終わって有名な、論理哲学論考というデビュー作を出すんですね。それをまたラッセルが、評価するんですけれども、ある意味ではラッセルとは全然違うことが書いてあったりしますね。まあ、哲学書ですから非常に難しいんですけれども、今日の話と関係しているのは2ページ目の頭に載ってます。一番最後にこの哲学論理哲学論考に出てくる言葉です。そんなに長くない文庫本にしたら多分100ページにも満たない薄い本です。で1から7まで番号振ってあるんです。1から始まって、でその1に対して 1.1 と、まあ、1をまずウィッキンスタインが書いて、それに対して 1.11 みたいな、でやがって2があって、うんぬん、で最後が7ですね。でその7の前が 6.54 となっているんです。この2つの文が、論理哲学の最後です。日本語訳まず読みます。 6.54、私を理解する人は私の命題を通り抜け、その上に立ち、それを乗り越え、最後にそれがナンセンスであると気づく。そのようにして私の諸命題は解明を行う。いわばはしごを登り切った者ははしごを投げ捨てねばならない。私の諸命題を被り去ること、その時世界を正しく見るだろう。まずこれですね。要するに論理哲学論考で書いたものを理解した人ならば、まあ、これがナンセンスであると。本当はまあ、ウィッキンシュタインは言えることと示されることを区別しているんですね。示されることは言えないんですね。言葉で言えない。結局この論考で言われていることは本当は言えてない、言われないことであって本来なら示されるべきことなのに、ウィッキンシュタインはそれをあえて言ってしまっている。でもそれを理解した人ならば、これは言われないことということに気づいて捨てることができる。ただ不思議なこと なのは、最初には言葉で言われないはずなのに、言われないのに
それが理解できない。このはしごを使ってなければ実はこのはしごは最初から必要ではなかったということに気づかないというパラドックスがあるんですね。でウィッケンシュタインはこのパラドックスを何とかしてラッセルのようにきれいにそこでなんか清潔に区別して、解消しようとはしないんです。そのまま残して最後に残して私のこの言葉がナンセンスであるということに気づいた人は私を理解したこと人だと書くんですね。で7番目最後の言葉は非常に有名ですけれども、語りえんことについては沈黙せねばならない。ところがこの文自体はウィッキンシュタインの論理で言えば語りえんことです。語りえんことはあえて語ってしまっているんです。本来なら黙っていればよかったのにあえて語りえないことについては沈黙せねばならない。で英語訳もまた面白いんですが Where of one cannot speak, there of one must be silent. 何が面白いかというと、ドイツ語の原文と違ってこの文章のコマの後が there of となっているんですね。語りえんことについては沈黙せねばならない。でも沈黙によって thereof ですから沈黙によってそれを表現することができる。まあユイマ教の一番最後にユイマ孤児が黙来したと、黙ってたけれどもこの沈黙が雷よりも大きなインパクトがあったという話があるんですね。そういうふうにここが読めなくもない気がするんですね。ウィッキンシュタインは語りえんことについては沈黙せねばならない。でその沈黙は本来なら言葉以上にそのものを語るのである。ところがウィッキンシュタインは決して沈黙するなくベラベラとじゃないけれども1から7までちゃんとその語りえないことを次々と語ってしまう。それはなぜかというとそれを本当に理解した人ならばこれがナンセンスであるということを分かるんだろうと。本当は最初から黙っていればよかったと。でも黙っていれば理解してもらえないというそういうパラドックスがあるんですけれども、ラッセルと違ってきれいにその解消しようとせずに残してしまうんですね。ですから私も信じ目は間違ってるんじゃない、矛盾している。でも結局この矛盾は矛盾で残さないといけないと思うんですね。その矛盾をあえて残さないといけない。本当は、まあ、ウィッキンシュタインのように新人名の中でもこれは実は矛盾だということを監視総裁にはっきりと言ってほしかったんですね。ただ監視総裁は本人が気づいてないかのようになんか迷えるものは弱乱数とか賢弱数と言って、じゃあお前はどうだと、私だったら反論したい。まあ、一緒さんが言うように、先生に向かって、お前だってうるさいんじゃないかという。先生がちゃんと自覚した上で言うならば、それはいいんだけれども、うん、全然この哲学論考、論理哲学論考と違って、それはテーマ化されてないんですね。まるでまさに小学の先生みたいに上から目線で、お前らがこうしなくちゃダメだと。じゃあ先生、いろいろと間違っているんじゃないか、矛盾しているんじゃないか、いや、僕は先生だから、僕に対しては物を申してはいけないという、その態度が私はやっぱり腹が立つというか、イラつというか、なかなかいただけないと。思ったより長くなりました。毎回毎回、500余り、の漢字しかないこの短い新人名に毎回毎回2時間も時間いただいているんですが、3時間あっても短いといつも感じてしまうんです。まあ喋ってばかりじゃそれこそ語りえんことも伝わらないので、5分だけ座禅をさせていただいて、その後後半の話に入りたいと思います。
種がないので合図もないんですけれども、まあ、椅子の上で、腰が空いて背骨が伸びていくのを確認していただいて、首の後ろが伸びて顎がやや引かれた状態になる。目線は45度落として静かに息が吐かれ、また息が吸われるというのを感じながら、今ここにあるものそのまま気づくだけ。思いに問われそうになったならば、まあ、五感に戻る。五感に戻るというのが難しいというならば、呼吸だけに戻るという手もあります。呼吸だけに戻ったら、またそのうちいろんなものに心が広がっていくと思います。これを5分間やりましょう。